の世界に危害を加える悪しき異形。そんな妖怪たちと戦う地獄からやってきたヒーローがいたことを私は忘れない。その名はドロロン・エンマクン・メラメラ。偽物小屋のエセ妖怪っぽく変装したのに、まあやっぱこの美貌は隠せへんか。エセ妖怪っていうよりヒッピーね。で、何してんのこんなところで。これでも情報屋なんで、町の偵察でんがな。全員外に出たか。あ、チーコ先生だ。じゃあまたね。はいな。もう誰もいないな。もし迷子になったらお弁当広場に集合だぞ。そんなおためごかしが通用するか。二
となしくお縄を頂戴しろい。そうは問い上がりかのわし。助けてエンマ君。ヤクザ、いつの間にいたの。しかも裸。歯向かえばどうなるか分かっているな。ゲッサササササササ。くそ、ユキちゃんが捕まってるんじゃ仕方ねえな。他の連中はどうなってもいいけど。どうしてそういうことを言うのかな。わかったら武器を捨てろ。チェえ、わしもエンマ君、ユキちゃん。よし、そのステッキも捨てろ。ほらよ。よし。お？変な妖術、カルンジョルだ。こりゃいかん。取れた。不特定覚醒やつだ。いやいや、また用心なりそうに主文を言い渡す。ぐっそり判決。火炎地獄を食らえ。逃げたのは仕事ね。ドラマー、あ、落としちゃって。メロだったぜ。遊園地どこ。よかよか。あ、いたの。焼き加減もバッチグーなゲソだぜ。いや、食べちゃダメ。くんのガサ。ユキちゃん、決めてな。もうしばらくそうしてなさい。やはりこれほど大胆に妖怪どもが現れるのは変じゃ。やっぱ妖怪大暴れブームなのかな。いつも空にある月とは違うけんね。月って一つじゃないの。そういえば、はるみちゃんにはまだ私たちがここに来るまでのことって話してなかったもんね。この子は良き協力者ゆえに、いきさつを話してもよかろうって。俺説明苦手。右に同じ。さあ、お風呂入ろっかな。なんだよみんな、人でなし。人じゃないし。帰ろ。ごめんごめん、ちゃんと話すから。ゆきちゃんの鉄みたい。下呼びになっちゃうよ。私冷え性だから。じゃあ聞いててね。あれは地獄の最北、氷点下の吹雪の夜、雪女家の氷屋敷で露天氷風呂に入っていた時のことだったわ。聞いてるだけで凍えそうな話ね。いい氷加減、冷たくて気持ちいい。リアクション、リアクション、リアクション、クシャミ。誰？クシャミ3回ほにゃるるね。なんだ、シャッポジーか。エッチね、失礼よ。レディの入浴覗くなんて。うへへ、すまんすまん。ところで姫の恋人はどこじゃい。
恋人？そんなのいないわ。誰のこと？情報屋のカパエルが、ユキコ姫なら恋人のエンマ君の居場所を知っているはずだと言っておったんじゃが。あ、エンマ君はただの幼馴染。今日は鬼ヶ島へ喧嘩に行ったはずよ。ただの幼馴染。恋人じゃなけってんですに。回想シーンに出てきちゃダメでしょ。へえ、鬼ヶ島って地獄にあったんだ。ジャバジャーゴッゴッゴッ。しげぴー、うまかかかかか。たかが鬼のガキのくせに俺様に喧嘩を売るか。ちゃんちゃらを勝ちめっこだぜ。シャポジ、これから皆さんお待ちかねのすっげーアクションスプラッタシーンなのに。エンマ君、大王がお呼びですぞ。エンマ大王が？やいやい、ウクレレル、ウクレレル。くっせー、むっしゃむらむらすまっくれー。カタジャーキバタキョー、キンキロッポー、ワンダバタ。わしはエンマ大王でごよん。お呼びでございますでありますか、大王様。気負ったか、我が甥っ子、火炎のエンマへよ。何かご用でありますですか。話せば長くなるので、録音しておいてからして、後で聞くように。テープレコーダーかよ。おお、ユキちゃん、カパエル。ユキ、妖怪パトロールよ、人間界へ行って悪い妖怪どもをとっ捕まえる。にゃいよ。はい、よくわからないけど行ってきますでございます、大王様。ふっふっふ、おいっ子は食べちゃいたいほど可愛いの。でもね、すんごい暴れん坊だから、厄介払いするのはかわいそうだけど、地獄界のために地上に出て行ってもらっちゃった。わお。まだいるんでございますが。これもあげる。行け、期待しておるぞ、あいっ子。あの地獄門を抜ければ人間界じゃ。超揚力火炎ステッキ、上手に使うがよい。シャッポジを目付け役として連れて行け。エンマが熱くなりすぎぬよう、ユキコ姫も一緒に。諜報部員としてカパエルも、ま、あまり役に立たん雑魚キャラだが。あ、雑魚キャラ言うな。悪い妖怪は生きたまま捕らえろ。殺すのはあくまで最後の手段。決闘に乗る。なおこのテープは自動的に消滅する。ないやコバルト、カドミームだらけじゃじゃ。あれ、こっちから見ると地獄門はただの穴じゃん。異次元の出入り口じゃじゃ。 SF だ。まずは一足先に人間界に潜入しておる妖怪パトロールのダラクラと合流するのじゃじゃ。おお、そんなやつがいたのか。なんかダメそうなタイプね。クスクスクス。これ、なんかの伏線？
情報によりますと、ナラキラは妖怪パトロールの一員でありながら、賄賂をもらって悪い妖怪たちと結託していたそうです。火の用心、マッチ一本火事のもと、火の用心。夏でもないのに生暖かい風が。妖怪しびれよのぎ。おや、私は夢を見ているようですな。しびれ小麦色のマーメイド。いや、何のだな。どうしてドラキュラ。大変です。ヘビツモ様はどこに。わしに何の用だ。エンマ大王の甥っ子が妖怪パトロールとして人間界に来たようでございます。何、そいつは今どこにいる。ここにいるぜ。カパイル雪かすめドロン。エンマアンドシャッポジ妖怪パトロール見参。おいりゃー、ただきらー、お前の後をつけてきて正解だったぜ。ずっと同じところに隠れてたようにしか見えなかったけどね。なほなほなほ、貴様が案内したのか。しびれろー。ビビビビビビ、君の瞳は一番漏れた。しびれちゃったよ。おぬしら、どうして人間界で悪さを働くじゃじゃ。お前らに教える必要はない。ルキちゃん、昔のまま未だにノーパンなんだね。持ってきて。この礼儀つもおかげでバレたわ。許さないから。しびれよ。このマントはバリアにもなるんだぜ。今度はこっちの番だ。考えばどうなるか分かってるな。マック、また裸。くそ、ユキちゃんが捕まってるんじゃ仕方ねえな。分かったら武器を捨てろ。ち、わしも。大丈夫。ほらよ。ちょっと、バカにしなきゃダメなんじゃない。うっせえな、あの時はそこまで考えつかなかったんだよ。よし。氷結晶。やった、自分ごと蛇を凍らせた。エンマ君。また妖になり変わり、自分を言い渡す。学習して
だろう。とてもそうは思えないけど。うひょー、えーのー、えーのー、あ、かばえば、やろう、俺にも見せろ。ヘビがいます、ヘビがいます、ヘビが多すぎます。仕方なく氷溶かすか。仕方なくじっくり見るでガンス。おめえはもう帰っていいぞ。ひょーい、トロザンだ。もうすぐもうすぐラッサンだ。おー、バカよくしゃ、決めてな、もうしばらくそうしてなさい。ダメだこりゃ。右も左も妖怪だらけじゃござんせんか。というわけで、わしらはこの町で情報を集めるため待機しとるんじゃ。どこかに悪い妖怪の黒幕が隠れているってことね。やっぱ聞いてないし。もちろん聞いてないよ。大丈夫か妖怪パトロール。どんな情報でもよい。何か最近変わったことはないかの。あ、そういえば近頃気になることがある。ジーコ先生の様子がおかしいかも。ジーコ先生、メラメラ。